ようこそお越しくださいました。さあ、固い握手を交わしていただきました。どうぞそのままで前方にご声援いただきます。笑顔でお願いいたします。今手を振っております。中央にいますのがオフィシャルカメラマンとなります。さあ、他個別にメッセージする方いらっしゃいますでしょうか。大丈夫でしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。さあ、それでは改めてご紹介をいたしましょう。資生堂麺新アンバサダーに就任されました反町隆さんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。反町です。さあ、反町さん、まずは今回資生堂麺のアンバサダーに就任ということで、ご感想から聞かせてください。はい、実は僕は約20年前に資生堂の CM に出演してるんですけども、男のナチュルゴとかそういった商品なんですけども、実は俳優になるきっかけとして、当時の一番最初のマネージャーに、俳優になったら、何の CM をやりたいかっていうね、想像というか聞かれたことがありまして、一つだけ資生堂の CM に出たいっていうのが、僕は実は19の時に言った記憶があるんですね。で、それから約4年か5年ぐらい経って資生堂の CM を出させていただいた時に、なんかすごく嬉しくて、なんか一つの目標が自分の中で叶ったというか、そんな記憶が未だに覚えてます。で、それから約20年30年近い年月で、またこうして男の美容と、またこの資生堂麺という形でこの商品を携われたことを本当に心から嬉しく思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、こう俳優になっていろんな目標を掲げていらっしゃったかと思いますが、その一つに資生堂の CM というのを挙げていらっしゃって、それを実現した、すごいエピソードを今聞かせていただいちゃいました。昔からその資生堂さんの CM がすごくなんか印象的に残る CM がものすごく多くて、でっていうなんかことの CM がすごく多いんですよね。で、当時もやっぱりそういった作品が多くて、でもちろん今だったら例えば椿だったり、各女優さんがねたくさん出てたりとか、なんかすごく印象的な CM が多いので、ものすごいやっぱり昔からかっこいいなっていうのがやっぱありましたよね。あと本木さんがやってるのもありましたね、多分。だからすごく、当時はかっこいいなと思って、その記憶は実は社長あるんですよ。反町さんご自身がですね、お肌のことで、褒められた経験ということをありましたら教えてください。お肌のことで褒められた経験を。はい、これ実は、この間先月銀座の方にの資生堂さんに行きまして、この、コンピューターで肌の診断みたいなものがあって、それやったんですね。で、ちょっと、疲れも溜まってたんですけども、ちょっとあんまり良くない点数かななんか思ってたんですけども、その店員の方に、いや、素晴らしい点数ですよって言われたのが最近ありまして、ちょっと最近調子に乗ってる自分でございます。ちなみにそれ何点だったんですか。いや、点数はちょっと覚えてないんですけども、ただ今までにない点数でしたっていう、はい、とても嬉しかったです。CM でも夫婦仲睦ましい、様子のお二人で、あさっていい夫婦の日でもありますが、反町さんが思う夫婦円満の秘訣を教えてください。そうですね、やっぱりお互い尊重し合って、思える気持ちだと思います。それが長く続けることができるのかなと思います。
まあ、今回ですね、はい、夫婦での、まあ、CM 共演というお話を初めて聞いたとき、どんな心境でした？はい、20年ぶりだったので、なかなか出るチャンスも、まあ、前回は大河ドラマだったので、まあ、今回その CM っていうことで、まあ自然な形を、まあ、あの企画の段階から、あの自然な、まあ、2人の感じっていうのが、まあ、テーマでもあったので、果たして自然にできるかなっていうのもあったんですけども、ただ、まあ、先ほどと話しちゃうんですけども、やっぱこの歴史あるこの資生堂のコマーシャルに夫婦揃って出れたっていうのはすごくいい経験と、また本当に嬉しく思ってます。ありがとうございます。最後にですね、ソニマさんのように年齢を、まあ、経験や年齢を重ねているにつれてですね、ますますかっこよくなりたいと憧れているですね、方々に向けてメッセージの方をお願いしたいと思います。はい、一つ一つこの大切なものを、自分の中で大切にしていきたいなと思いますし、それのきっかけというものが、まあ、この制度面の、まあ、朝のルーティン、毎日のルーティンを大切にしながら、自分自身をもっと高めていけたらなと思っております。資生堂面アンバサダー反町さんに質問です。反町さんは男としての美しさや魅力を引き出すために普段から心がけていること、どんなことなんでしょうか。事前にフリップに書いていただいておりますので発表していただきましょう。それではフリップオープン。はい、これはさっきもちょっとお伝えしたんですが、肌のルーティンです。肌のルーティーン、これは詳しく教えてください。はい、やっぱり毎日毎日欠かさずやるということは、なかなか日々日常の中で、同じそのルーティーンをやるっていうのってすごく難しいですよね。またそれを続けるっていうことがすごくなかなか難しい中で、これをきっかけに、自分自身も変わるっていうこともそうですけども、一つ一つその積み重なったことを大事にしたことによって、また違う自分が見えてくんじゃないかなとは思いますし、やっぱ続けるっていうのはすごく大変なこと、続ける難しさもありますからね、そこを大切にしたいなと思います。コツコツ続けること、継続することの難しさ、皆さんも実感されてるかと思いますが、それによって、まあ、トレーニングだったり食事だったりとか、健康だったりとか、すべてにつながってくることかなとは思っております。だからこその今の反町さんがあるわけですもんね。男の生き様出ております。ありがとうございます。